はい、それでは、木津川市白山台の 2LDK のお部屋をご紹介いたします。まずこちらが、12畳オーバーのリビングとなっております。このようにですね、収納もかなり、区切られておりしっかりとありますので、小物などもしっかりと収納できるスペースとなっております。またこちらのリビングは南側になっておりますので日当たりも良好となっております。そのリビングのお隣なんですけど、こちらがですね、6畳超えの洋室となっております。こちらの洋室には、広いウォークインクローゼットがついております。両側にかけるスペースがあるので十分収納力があります。こちらの洋室はですね、このように間で仕切ることもできます。またリビングの方とつなげていただくと18畳を超える広々スペースになっておりますので、ご家族でゆったりとくつろぐことができます。それではキッチンの方をご案内させていただきます。キッチンはですね、後ろのスペースも十分ある、人気のカウンタータイプとなっております。でコンロはですね、3口のガスコンロがビルトインされております。キッチンはシステムキッチンになっております。またこちら1階のお部屋ですので、便利な床下収納もついてます。ですね、キッチンの下のスペースですね、収納スペースもこのように引き戸タイプで、十分なスペースがありますので、調味料等もですね、全て収納することができます。そしてこちら設備のご紹介です。まず、モニター付きのインターホンですね、こちらは、オートロックに、まで出なくてもお客様の顔が分かって非常に便利です。またですね、こちらのお部屋は、アルソックのホームセキュリティが入っておりますので、留守の間も、がっちりとお部屋の方を守ってくれるので非常に、安心です。それでは、様子の方をご紹介させていただきます。こちらも6畳を超える洋室となっております。非常に、真四角で使いやすくて広い空間となっております。また、こちらのお部屋にも、左右に、服などがかけられるウォークインクローゼットがついております。収納力がかなり高いお部屋となっております。それではお風呂のご紹介をさせていただきます。まず洗面所なんですが、もちろん人気の、シャンプードレッサータイプとなっておりまして、この、これだけの広さは、なかなか他のお部屋では、実現できない広さとなっております。もちろん室内に洗濯機を置くスペースもございます。洗剤などをしまっておけるように便利な上の棚もついております。そしてこのお部屋の最大のポイントであるこの大きなお風呂、足を十分に伸ばしてくつろぐことができます。最新のお部屋ですので浴室乾燥機等もついております。また換気に便利な、浴室に窓もついておりますので、ここも、注目ポイントとなっております。それではこちら、ご案内いたします。こちらがお手洗いとなっております。お手洗いの方もかなり広々としてウォシュレットタイプとなっております。トイレットペーパー等収納しておくのに便利な上の棚ももちろんついております。最後に玄関ですね、玄関下駄箱の方もですね、縦に長いタイプから、横のタイプと、かなり大きな収納となっております。ご家族で靴が多くても安心して収納できるタイプとなっております。それではお部屋のご紹介の方は終了させていただきます。ぜひ中見ていただければ気に入っていただけるお部屋となっておりますので、一度ご来店いただいてご案内の方よろしくお願いいたします。